ちなみに俺一番自信なかったのはビッグバードラシード、ラシード戦は全然やれてないからあんまりこう、まあだから今回のまあ4位はまあしゃあないなっていう感じはしますね。まあ普通には上3人うまかったね、強かった、ちゃんと仕上がってたから、なんかちょっと組み合わせがちょっと運なかったなとかっていうよりはまあまあ現段階あの状況だったらまあ出せるもんは出したかなっていう感じかな。まあでもダンジョンの話するとパンク戦は、まあパンク戦はねさっき言ったみたいにちょっと前日よりラグがね少なくかって、あのいいんだけど、いいんだけど序盤のコンボをマジでこれになりまくって、だいぶ多分 2,3 回ぐらい連続でなっちゃって、そこでちょっとねあんまりパンクも最初動き硬かったからそこでちょっと取れなかったのは痛かったなっていうまま、ちょっと3先の中で行かれちゃったなっていう感じ。感触自体はねそんなに悪くはなかった。まあさっき言ったみたいにビッグバードの方が嫌だったからっていう感じで、まあまあちょっとルーザーズから切り替えていこうって感じで落ちて、問題の根本さんいろいろありました。俺さなんかトラブルメーカーじゃない、なんか俺じゃないのにさ、なんか俺がトラブルの時になんかももちがいるんだけど、なんかエボジェーンの時にパンク1時間ぐらいなんか待たされたやつもあったし、今回もなんか俺が悪い人みたいならトラブルを呼び込むんだけど、俺がなんか仕掛けてる。でトラブった時絶対勝った。いやこれはねちなみにトラブった時、ああそうコメントでさっきあったけど何考えてましたか、マジで集中力を切らさないことは、これもう毎回言ってるんですけど、俺は過去にこういうのでやっぱ苦い経験を幾度となくしてるから、この前のパンク戦とかもそうだし、まあそれこそねゲマビ戦とかもそうだけど、ああいう時まあ自分がトラブルのだろう、まあ加害者というかトラブルの原因になる時もそうだし、まあ被害者というかトラブルに巻き込まれる時もそうだけど、どちらにせよ試合に影響ってあるから、試合に影響がないってことは100なくて絶対影響があるから、ワンチャントレモ、いやトレモはさすがにちょっと動かしてたけど、こんぐらいいいよね、時間かかりそうだったから。ネモ戦がそう、ネモさん戦がまあそれでまあまあコントラトラブルもありつつ、まあまあ紆余曲折あり、まあまああの一切バイオレンスエンペラー感はなかった、意気消沈小ウサギのような完全に萎えてた、もう弱々しかった。あとまあ単純にその使い慣れてないデバイス、かつあの後で聞いたけどインパクトボタンとかを増設してたらしいから、インパクトボタンをない状態でボタン少ない確認でインパクトを擦らないと、いやフリッカーは擦った、あの弱ってるなって思ったからフリッカーは結構強めに擦ったんだけど、確かにインパクト言ってもよかった。まあでもインパクトね絶妙によくできてて、弱ってるやつに打ちたいんだけど返された時に息吹き返すから、これ結構危険なんだよ。とどめを刺す技ではあるんだけど、相手を復活させる技でもあるから。インパクト返しはまあそのね、誰が見ても流れ変わる。いやなんかね、ダメージ、その場のリスクリターン以上になんかこう、返されたという事実がいろいろね、その後に影響してくるから。まあでもちょっと、根本さんはちょっとしなしなになってた。弱々しかった。まああれはしゃあない。で、それ勝って、エンディングウォーカーと。まあ強かったね。初めて戦ったかな。スト5もね、結局一回も戦うことなく。一応カプコンカップで当たる可能性はあったけど。逆に言うとそこぐらいしか。でまあそれすらもね、たまたま俺が取れてたから可能性あったけど。多分大体の日本人が結局対戦することなく終わってる。いや、というか日本人結構いない？多分エンディングウォーカー君戦ったことないプレイヤーいっぱいいると思う。てか現時点でもいっぱいいない？強かったね。初めて戦ったけど。いやだから、まあ結局、まあ大体の人の印象とやったあれは、そんな大きくは変わんないけど、まあなんとなくこうさ、まあ荒削りなところはあるけど、やっぱり勝負強かったりとか、独特のセンス持っててっていう感じで、まあまさにそうだね。ただやっぱ思った以上に、基本もしっかりしてたし、強かったね。いや、上ムチはね、ちょっとね、メタ的な話なんだよね。あれちゃんと江戸戦やってるから刺さるっていうあれで、正直ねあんま刺さんないね本当は。ただちゃんとやっていくと刺さるっていうあれだったから、だから俺がうまかったね。上打ちを食らう俺うまかった。上打ちは対策の対策、まあそうだね、メタ的なあれではあるね。まあ要は使わなくてもいい技だけどうまく使えると強いよねって感じで、かつ相手がちゃんとその、まあ要は使わなくてもいい
ていう対策レベルっていうのがあるから、まあでも割とね、江戸線の細かいポイントとかあるんだけど、その辺もしっかりしてたね。だから、うん、まあまあ、そうだね、想定してるより強かったね、だから。だからさっき言った、もともとの自力の高さは想定してたから、全然そこは想定内だったんだけど、江戸同キャラが結構理解度高かった。それは結構すごいなっていう。江戸いるのかな？もう一度戦ったら勝てますか？うん、まあ、その、まあ当たり前ですけど、その、負けてると思ってはやってないので、自信はもちろんありますけど。まあでも間違いなく最上位の江戸。まあとりあえず俺が今まで戦った江戸では一番強かった。まあちょっと質が違うのもあるね。ちょっと日本にいないタイプだから、まあそれもある。まあちなみに戦ったことはある江戸って、まあそんないないんだけど。あとね、強そうなのはね、レシャーが強そうだね。レシャーの江戸はかなり強そうだから、日本以外の江戸で言うと、レシャー、エンディングウォーカーは相当、強いと。まあどちらかというとレシャーはかなりあの日本人寄りというか、なんかしっかりやることをやるって感じで。エンディングウォーカーくんがやることちゃんとやったらまあ一番強いと思うけど。だからフードと近いね。それで言うと性質的には。レシャーは多分俺と近いと思う。方向性は。フードはエンディングウォーカー側だね。だからその細かいとこは結構甘さあるけど、まあ勝負感とかセンスとかで結構いくタイプ。レシャーは割とちゃんと精度とか対策とか、まあ、勝負強さ もちろんあるけど、そこでちゃんと勝負するタイプだと思うから。素人目では全然差がないと思ったんですが、世界との差はどこにあったと感じました。まあこれ難しい話で、まあ差はそんなないです、実際。差はないんですけど、まあ差はある。細かいとこの差とか、まあその、勝負はまあある程度、まあ2先3先ってもうちょっと、勝負のあやというか、あれもあるので、まあそこに関しては、もう一回やってもう一回同じ結果になる、のはなかなかないので。でもまあそういうところでちゃんと、こう、勝つとこをちゃんと勝つとか、ちょっともうちょっとオカルト的な話にはなるんですけど、どうしても。でも結局やっぱ勝つやつは勝つんで。でまあそんぐらいの差です。基本的に。なんか攻略レベルがどうとかっていうのは。まあしかもまあ攻略レベルに関して言うと、むしろ日本の方が高い。本来。でやっぱそれをちゃんと実戦で出せるかとか、そういうところもあるんで。で結構まあその、それで言うと勝負強い、2先3先とかはやっぱ勝負強いっていうパラメーターが強い方が結構結果を残すし、これ7先10先とかになると結構その攻略の差とか、その辺で結構差を出すから、そこのまあなんか得意不得意とかプレイスタイルのあれとか、まああとはそういう影響もあるよね。ああいう環境の変化とかの影響とかに、まあ慣れてる云々もあるし、そもそも影響があるかどうか。で、今回トップ6に残ってる中で言うと、結構まあ、ちょっと自分で言うのもあれだけど、まあ、ようやっとる方かなとは俺は思うんだけど。プレイスタイルとか使用キャラで言うと、結構環境の変化とかに一番適応が難しいのは、俺のスタイルかなとは思うんで。結構上位はキャミー、ラシード、ベガ、DJ。で、まあ、エンディングウォーカーくんのエド。まあ、エンディングウォーカー結構攻めスタイルだから。でそれで言うと割と、ようやった方かなとは思うんですけど、その環境の中で。戦いたかったプレイヤーいますか？戦いたかったチョコさん。決勝でチョコさん。確定イベント。なんなら負けても勝ち。勝ったら勝ち。